鳥取市佐治町の佐治川です。午後になり一層雨足が強くなり、ご覧ください、橋に濁流が打ちつけています。橋に打ちつける濁流、横殴りの風とともに非常に強い大量の雨が降り続けています。今朝から強く激しい雨が降った鳥取市。鳥取地方気象台は今日午前7時50分、鳥取県で線状降水帯が発生したと発表しました。局地的に雷を伴った猛烈な雨が降ったところがありました。また気象庁は午後4時40分、鳥取県に大雨特別警報を発令しました。また気象庁は午前8時までの1時間に鳥取市鹿野付近でおよそ100ミリ、鳥取市鳥取付近でおよそ90ミリ、三朝町付近でおよそ90ミリの雨が降ったとして、鳥取県記録的短時間大雨情報を発表しました。鳥取市用瀬町の道路通行止めの現場です。山の方から濁った水がどんどん流れ出ていまして、通れない状態です。鳥取市用瀬町八隅では県道に土砂が流出し通行止めに。さらにご覧ください、山から水が流れ出し道路に溢れてしまっています。こちらは正午頃の鳥取市佐治町、山の谷から溢れ出た水が道路にまで流れ出ていて、国道482号は全面通行止めとなっていました。佐治では午後0時半までの12時間に観測史上最大の 291.5 ミリの降水量を記録。鳥取県では土砂の流入などの影響で国道を含む10カ所で全面通行止めとなりました。また鳥取市佐治町の佐治川ダムの貯水量が増加し、洪水調整容量を大幅に超えることが予想されたため、県は午後4時40分から緊急放流を開始しました。鳥取市は市内全域の8万1915戸18万1859人に対し警戒レベル5の緊急安全確保を発令。また八頭町でも緊急安全確保が発令されました。また町内全域に避難指示が出た三朝町では、私は今三朝町に来ています。ご覧のように川がですね、濁流となってすごい勢いで流れています。そしてこちらには露天風呂があったということなんですが、脱衣所がですね、跡形もなく流されてしまっています。三朝温泉のシンボル、河原風呂。温泉街を流れる三徳川のほとりにあり、観光客に大人気の混浴露天風呂ですが、濁流に飲まれ無残な状態となっていました。夜に来たんですけど、温泉入ってるところが見てて、もうこんな、もう想像できないぐらいの綺麗さでした。入っときゃよかったなって、ちょっと後悔してるところもあります。こちら、建屋が流される一部始終の映像です。撮影した男性は、一瞬の出来事だったと話します。6時半ぐらいに、川を見たときには、全く普通の平常な感じだったんですけど、8時になるにつれて一気に鉄砲水が出たような感じ。あの短時間で私も増水の量は初めてだったんで、恐怖心はありました。露天風呂の脱衣所の建屋は2年前の7月豪雨でも一度流されていて、今日再び流されました。また町内では、三朝町内のこちらには朝から避難所が開設され、町民の方が訪れています。町内全域2465世帯5910人を対象に避難指示が出された三朝町。5つの避難所が開設され、こちらの避難所には避難してきた町民の姿がありました。外国人なので、日本の避難方法がよくわからないので、念のために避難した方がいいなと思っていて、すごく降っていて、ちょっと怖いと思いました。気象庁は明日明け方にかけて竜巻などの激しい突風や落雷の可能性もあるとして注意を呼びかけています。画面の上に表示している QR コードからニュースディグ防災アプリをダウンロードすると、詳しい台風情報や
気象庁のキキクルなど様々な防災機能が利用できます。